阿久津さんと勝負すんのは俺だ。おめえみてえな能天気なバカ突っ込んでろ。確かに納得しかしない。この俺が全く歯が立たねえなんて信じらんねえ。憧れてくれちゃっても構わんよ、この圧倒的な強さに。でもよ、化石くんもまあまあ頑張ったと思うぜ。カッカッカッ、こいつ。もう疑いようもないね、こりゃ。早見優太、完全にアホだけど完璧に強い。阿久津さんとこまでマジで行くかもしんない。でもよ、化石くんさ、やめろその言い方。化石じゃなくて川上だって。いいじゃねえかよ、大して変わんねえし。それよかさ、やっぱその服装はどうかと思うぞ。今時それじゃ女の子にモテねえだろ。うっせえな。俺はこの格好にポリシー持ってんだ。わかったわかった、そんな向きになんだって。いよ大将、手じゃねえか。たった今このクラスの頭になったぞ。この化石くんもなかなか頑張ったが、でもさすがに俺様には勝てなかったみたいだな。だから川上だっての。大将、川上くんに勝ったぐらいじゃまだまだ頭じゃないっしょ。お？え？なんでだ？だって A 組の頭だったのは風木くんなんだろう？なあ、風木くん。は？風木くんって誰よ？俺は川上だけど。こいつも固くなに認めないな、それよ。マジで。わ、悪かったよ。言ってたよな、川上。ああ、パッと見、突っ張ってるやつは俺が片っ端から締めたしよ。当然俺が頭だと思ってたんだけどな。それ甘いよ、全然甘い。え、なんつっても天下の江南高校だよ。まだまだ強いやつがうじゃうじゃいるさね。じゃあ風木くん以外にも俺様に立ち向かうバカがいるってのか。おい。うちのクラスに山口健二かな、通称山健ってやつが残ってる。山健か。彼を倒さない限り A 組の頭にはなれんね。ほう、でもまあそんなもんやんなくても俺様の価値は決まってんだろうよ。カッカッカ、こいつバカだな、ほんと。あ、川上のゲットしたね、交渉。川上誠二の電話番号手に入れた。こだわりの化石頭、超気合い技。何それ、ちょっとやってみてえな。こだわりの化石頭ってなんだよ。他の場所にいるやつを探すか。あー、なるほど、まだまだこっからいろいろあんだな。こだわりの稼ぎ頭って結局分かんなかったな、見てみねえと。こいつらも元川上派だから倒さなきゃいけないんだな。え、喧嘩すらさせてもらえないの。あ、撃ってきたね。よーし、てめえら生きて返さねえ。てめえら生きて返さねえ。むずいわ。めちゃめちゃ難しい。むずいよ、ほんとに。おいじゃあ、おいじゃあ、川上は、まとめて、もらっとくか。よいしょ。で、交渉を、ゲット。よし。どいて、なんか落としたかな。あー、なんか落としてくれてる。やった。長袖 T シャツ作ろう。やった。今着てるのもそうなんじゃないの。また別なのかな。よし。OK。やったか。強くなったなー。オッケー、ゲットー。あ、なにこれ、あ、プリンだ。イエーイ。こんな感じで他のやつらもどんどん倒していけばいいのかな。ぶつかっててたまりか、いきなり。お前礼儀がなってねえぞ。いきなり喧嘩売れた、どういう了見だ。おいしょ。え、ちょっと危ねえ。投げ技ってどうやってすんだろう。いでででででで、投げ技してみたいな。違う違う違う。あ、椅子持って殴ったらシャバくなった。投げ技やってみたいな。
投げ技ってどうやってすんだ。全然捕ましてくんね。よーし、あ、倒した。よーし、ゲット。違う、いらない、いらない。アメリカンドッグゲット。ん？阿久津っていう人がいると聞いてきたんだが、会わせてもらうことはできねえか。あら、急にイベント発生しちゃった。終わろうと思ったら。何のために？こいつか、もしかしてヤマケンって。無礼なのは分かってるが、俺は江南最強の男と勝負したいと思ってる。ふっふっふ。前に来た早見ってバカとは違って、お前はなかなか礼儀もわきまえているようだが、合わせるわけにはいかない。それは俺はまだ会う資格はねえってことだよな。ヤマケンってやつかな。とかこいつめっちゃかっこよくない？ふっふっふ。そういうことだ。出直してこい。ああ、そうするよ。でもな、俺のことはよく覚えておいてくれ。必ずもう一度ここに来る。阿久津って人が俺を無視できなくなるような土産をたくさん持ってな。俺より先に阿久津さんのとこに行った早見ってやろ。何者だ？めっちゃかっけえ。なんだあいつ、主人公じゃん。一の絵で強いやつをぶっ飛ばせ。あいつかな、もしかしたら。ヤマケンってやつめっちゃかっこいいじゃん。あ、これか。こだわりの稼ぎ頭、結構強そうだな。多分つかみ技ってことはガード不能ってことだよね、きっと。これちょっと良さそう。ちょっと試しにこだわりの稼ぎ頭使ってみっか。多分こいつらも、ああ、もうあれか、所属済みのやつだったな。1の A のやつを、他のやつを探すんだよね。多分ヤマケンだよね。あいつ多分絶対ヤマケンだよね。めちゃめちゃかっこよくない？もうなんだったら主人公よりかっこいいぐらいのやつだったよね。もはやあいつが主人公でいいんじゃねえかぐらいな勢いのかっこよさを感じたけどね。あ、ここに入ったらイベント進みそうだな。ここまでやってくか。あー、かったりーなー。俺様は勉強しに来てんじゃねえんだよ、江南高校に。勉強するとこだろ、学校は。さっさと阿久津ぶっ倒して江南最強の男になんなきゃいけねえんだからよ。ん、阿久津さんをこっちに向かせるためには、まずは実績1年の頭でも狙ってみるか。うん、お、鉢合わせするな、これ。ん？どけよ。かっこいいな、こいつ。そこに突っ立ってたら出れねえだろうね。お、何それ。この俺様に指図すんの？こいつの方がバカだよね、やっぱり。それおめえ命知らずってもんだろうよ。おいおい、今日も元気だな、早見ちゃんよ。お前すっかり仲良しだな、川上。早見？うっ、川上ちゃんさ、こいつに言ってやってくんない？ A 組の頭であるこの俺様に。どけたらどういうことかってさ。お前か、阿久津さんに会いに行った。早見ってバカは。な、何を？バカだ、なんだバカだ、無礼者。ほんとバカだな。バカなくせにさらにはこのクラスの頭だと。俺とやり合ってもいねえのに笑わせんじゃねえよ。いや、めっちゃ主人公じゃん。大将、そいつだよ、この前言った A 組最後の大物、山口健二、通称ヤマケンは。最後の大物ね、大層な触れ込みだね。まあ確かに少しはやりそうな感じはすっけどな。阿久津さんと勝負すんのは俺だ。おめえみてえな能天気なバカすっこんでろ。確かに納得しかしない。どう考えてもこの俺様以外ないだろうが。なけなしの500円玉を賽銭箱に入れちゃうほど気合入ってんだぞ。引いてるよ、後ろの2人が。お前ごときが阿久津に調整するのは12年ぐらい早いわ。
だったらお前は15年早い。そこで張り合うお前もバカだな。どっちが阿久津とやるか決めようじゃねえか。行くぞ早見。来いこれ。おお熱っ。いやヤマケンの方がめっちゃかっこよくて主人公なんだけど。よしやるか。ヤマケンめっちゃかっけえなこいつマジで。地面に、はいつくバレ。よっしゃ来た。やりやすいこれなら地面にはいつくね。パーン行くぞ。行け風木くんの必殺技当たんね。ほらアングル悪いな、カメラのアングル。こうでいいかな。行って行って行って、ちょっとおーじゃあ潰す殺す。行け違う、いらないいらないいらない。机でぶん投げちゃった。シャバくなるわ。行けお前ら退屈なんだよ。きたー、こだわりの化石頭。よし、ほら、強い。確かに強いな。強い、マジで。マジで強い、こいつ。ちょっと待って、体力回復ちょっと死ぬ。やばい。強いわ。危ねえ、ちょっと、アメリカンドッグ食おう。こいつ強えぞ。この、よし。あ、外した。まずいな。おら、よいしょ。いや、こいつマジで強えわ。よいしょ。おら、よし。攻撃がこっちの方が遅いな。多分向こうの方がちょっと早い気がする、一撃が。強いな。おら、よっしゃい。よいしょ。つえ、なんか必殺技そろそろ来そうだな。怖っ。よいしょ。つえ、ヤマケン。めっちゃつえ。あぶね。うーわ、やべ、死ぬ。やべ。プリン食え、プリン。殺される。あぶね。つえ。いっけ。おら、やり返せ。もうアイテム全振りじゃ。殺される。いや、きつっ。おれ。うじゃ。やべえ、体力ねえな。うわ、怖え、ひさささぶち込まれるタイミングが。やべ、死ぬ。怖っ。うわ、つえ。こいつ、つえな、マジで。ちょ。あー、負けた。めっちゃつえ。強い。あれ？そろそろ、はあ、終わりにしてやんぜ山口。あれ？イベント入っちゃった。うわー、いやどういう状況だよ。おかしいだろそれは。ああ一応相打ち負け入れかこれ。二人ともすげえ気迫だ。まるで机が吹っ飛んだみたいに見えたぜ。ああ飛んではないのね実際はね。俺らとは気合が違いすぎる。ここまですごい喧嘩は俺っちですら見たことも聞いたこともねえ。よかった負けイベか。あ、うわ、まったく何をしてたの先生か。これエロいな。すいません先生、みんなでプロレスごっこしてたら思いのほか激しくなっちゃいまして。そう、ちょっと熱くなっただけ。ふう、ベッドが空いてるから使っていいわよ。氷は切らしちゃってたわね。ちょっと紅葉買いに行くからあなたも手伝いなさい。先生エロいな。おめえやるじゃねえか。まあ、実質負けたよな。正直ここまで俺様を追い詰めたやつはお前が初めてだぜ。早見、お前もやるじゃねえか。ためにここまで強いやつがいるとは思わなかったぜ。勝ったのはこの俺だがな。てめえ、どこをどう考えれば。この俺様に勝ったってなんて思えてんだよ。なんで。この俺様に勝ったなんて思えんだよ。いや、お前負けたからだ、マジで。
んだと、どう考えてもそっちが早くダウンしたじゃねえか。もうおっしゃる通りですね。てめえこそ素直に負けを認めやがれ。むねえ。たはは、どうした早見、俺は必ず、必ず阿久津さんを振り向かせてみせる。俺様も同じだ。んじゃ、勝負だな。おう。お前との勝負も、そのうち必ず決着をつけさせてもらう。それまで早見、絶対負けんじゃねえぞ。ああ、ライバルになるんだね。少しでも隙見せたら俺は容赦なく美味しいところをかっさらう。そのセリフそのまんまお前に返してやるよ。てめえも負けんなよ。この俺様と互角に渡り合ってやろうが、俺様以外に負けたとなっちゃ、江南最強を目指すこの俺様の格が落ちちまうわ。え、レア番号交換したんだ。仲良しか。いやー、強かった。山県めっちゃボコボコにしばかれたよ。ん？え？3年生いいんじゃん、保健室に。なんか会話できんのかな。おっす。ん？あ、エルか。今日は元気そうね。先生も楽で助かるわ。なんか先生と仲良くなれたりすんのかな。あ、これ持ち上げんのか。やべ、破壊しちゃった。すいません、ごめんなさい、悪気はなくて。え、なにこれ。あ、なんか持ってったりすんのか。じゃあ溜まり場に行けばいいんだな。いやいや、ヤマケンとの喧嘩すごかったね。結果としては引き分けだったけどさ。テル、お前の目は不思議か。いや、お前負けたからな、マジで。誰が見たって、この、誰が見たって俺様が勝ってただろうが。いや、負けたからね。はいはい、わかりました。大将の勝ち、すごいね。バカにしてる。わかればいいんだよ、テル君。こいつもバカだな、本当に。これでめでたく A 組の頭になったわけだし、あ、一応そういう設定にはなったんだね。次の狙いはいよいよ1年の頭だね。おう、そうなっちゃうな。俺っちの調べによると、ヤマケンとやってる間に他のクラスでもだいたい頭が決まったっぽいんだよね。お、じゃあ話は早いじゃんかよ。そいつらだけやっちまえば俺様が頭ってことだよな。まあね。でさあ、どんなやつらが各クラスのトップになったかっていうと、隣の B 組は森ケイタっつう野郎が頭になって、ああ出てたね、森派。 C 組は桂木玄かな、桂木なんていうの、玄って玄でいいのかな、とかいうちょっとイケメンなやつ。ちょっとって。 D 組の氷室勇気はドレッドヘアが目印の悪人面。最後に死神って異名を持つ E 組の八神誠だね。こいつが一番ヤバそうだな。この4人はそこらの雑魚とは違うからね、大将。いつもの調子で舐めてかかると痛い目に遭うから気をつけなよ。心配やねえってのは余裕だ、余裕。カッカッカッ、こいつバカだな、ほんと。いいやつだな。あ、5月に入ったね。あー、なるほど。で、ここで一旦落ち着くわけだ。じゃあ、ここで終わりにしようかな、一旦ね。続きはまた。始めていきましょうかね、次回ね。多分交渉を集めたりなんとかしてっていう作業になってくるかと思うんですけど、まあその辺をまあ動画にするかカットするかはちょっとまあ動画撮りつつ判断してやっていこうかなと思いますので、まああんまり長くなりそうだったらカットしようかな。うん、はい、ということで本日はここまでとさせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。